急ですが問題です。今から僕が面白いことを言う確率を求めなさい。ゼロ。本当に思んないっていうオチでした。ゼコロトコさん、こんばんは。シエの放送タッグです。まあ、皆さん確率って興味ありますよね。だと思って今回調べてきたんですけど、大体このぐらいやればこうなるよってものを表した数字ですね。例えば雷に打たれる確率、これはなんと驚異の1000万分の1なんで、落雷地帯にローガンポールのリスナーさん全員が集まればね、1人ぐらいに当たるよっていう確率ですね。冒頭の確率なんですが、雷に当たって死んでしまう確率は5分の4くらいらしいです。これ狭き門を越えた途端あっさりって感じですよ。本日はそんな様々な確率を紹介していこうかなと思います。まず1つ目、ヒカキンさんがゴリゴリの下ネタを言う確率はこれ0ですね。同じ人間とは思えないぐらいのゼロに近いものがちゃんと紹介します。2つ目、 YouTube で成功できる確率、こちら YouTube だけで普通にご飯を食べていけるという確率なんですが、全体の 3% らしいです。たったの 3%、 確率で言うと32分の1ぐらいなんですが、まあ、全体の 3%、 1人始めて 97% は失敗するっていうことですね。その中でも鬼のように稼ぐ人はたったの 1% 未満だそうです。コンビニのオレンジジュースの果汁ぐらいですかね。まあそこまで甘くないってことですね。 YouTube 3つ目、宝くじで最高額が当たる確率、こちら有名ですが1700万分の1です。なんでピューディパイのリスナーさんが彼のために購入すれば4回ぐらい渡りますね。なんならサマージャンボ全配当金を当てることができると。確率をもろともしない男でございます。4つ目、隕石が頭に直撃する確率、まあ、どうなったらこうなるのって話なんですけど、その数字なんと約1000億分の1です。どっから来たのって感じなんですけど、誰か当たったことがあるんでしょうね。ボーンって当たって、そっから地球に落ちてる隕石をカウントして出してるんだと思います。当たった人いれば連絡ください。5つ目、子供が女の子の確率、これ結構男の子がいい女の子がいいとか気になりますよね。これ実は女の子が少し多くて 51%、 男の子が 49% だそうです。ですから家庭全ての兄弟が男の子ばかりのご家庭とかはすごい確率ですよね。バカラとかしたら強そう。これは世界的な数字であって、日本では女の子の方が少ないみたいです。なので女性は浮気しないと完全に男女がカップリングすることができないということですね。女性の方、浮気バレたら使ってみてください。だってとか言ってね、多分ビンタされます。6つ目、四つ葉のクローバーを見つける確率、これ一番びっくりしました。その数なんと10万分の1だそうです。マジか。これ結構ちっちゃい頃見つけてたイメージですけどね。だから幼少期の純粋な気持ちの時に皆さん全運使ったってことですよ、四つ葉ごときに。ちなみにその3つ上の7つ葉だと2億5000分の1って郷ひろみやん。でギネスブックに載ってる最高が日本人で56つ葉、その確率もう見当もつかんすね。これぞまさに天文学的数字ですね。次です、7つ目、今君が生まれた確率3億分の1。甘い。8つ目、今君が好きな人と隣にいる確率5023回分の1。その奇跡大切に。甘い。以上です。あとなんか皆さんで適当で大丈夫なんで、面白い確率作って書いてくだされ、ばそれを固定にさせていただきたいと思います。あざした。それでは週中3時の紹介入っております。行ってみましょう。男女の紹介、本日紹介するのは YouTube に動画を投稿して活動しているトラベリングマーケッターの強し。海外と日本の文化の違いというものをテーマに動画を投稿中。動画を見て思ったのは、とにかく話が聞きやすいのと、6年以上海外で活動している方の話なので、正直知らないことだらけで楽しめました。テレビなどのメディアでは話せないような内容もあるので、海外のちょっとした闇の部分も聞いてみてください。海外と日本の文化の違いというものがよくわかるようになること間違いなし。そんなトラベリングマーケット強しが気になった方、海外に興味があるよという方はぜひ動画概要欄のリンクをチェックしてみてください。声が某ゲーム実況者さんに似てます。はい、ということでご覧いただきましたトラベリングマーケッター強さん、この方結構皆さんが普通じゃ知り得ることのない気になった情報を発信している面白い方です。漫画喫茶の売り上げの話とか特に気になりますよね。ぜひ興味がある方は概要欄チェックをお願いします。ではタック TV では9月末まで30秒で紹介させていただける YouTuber 企業さん、アーティストさん募集中です。詳しくは動画概要欄のメールアドレスまでお問い合わせください。はい、ということで今回以上でございます。しかしながら強い気持ちは確率の世界を超えてきますから、皆さんの持ってる夢もやるかやらないかの2択です。常にギャンブラーでいようぜ。グッバイ。決まった。世界でも自分は捨てんな。メイデー。孤独でも叫べ、俺はここだと。メイデー。死ぬまでも駆けよ、道がなくても。メイデー。メイデー。